こんにちは、脂身長男です。暑い、もう暑いから今日は辛いものを食べよう。今日はね、これを試してみたいと思います。ドン、業務スーパーさんで買ってきましたグリーンハバネロホットソース。これね、安かったんですよ。業務スーパーで、税罰で133円だったと思います。めちゃめちゃ安いじゃないですか。それでね、辛いもの好きな私としてはこれは買わない手はないということで即決で買ってしまいました。今日はね、カレーに入れて試してみたいと思います。うちのカレーただでさえ辛いのがね、どうなるか楽しみです。はい、じゃあね、ちょっと斜めにしてみましょう。ほら、これね、ちょっと最初僕もびっくりしたんですけど、粘度が結構高いんですよ。全然サラサラしていません。それじゃ、いただきます。まずはね、いつも通りカレーのね、味見チェックからです。うまい、変わらずうまい。なかなかスパイシーですね。結構辛いルーを使ってるんで、本当はね、これだけでも十分ホットでスパイシーです。じゃあそろそろ味見タイムと行こうじゃありませんか。その前に口の中をリセットです。これ大事ですよ。はい、じゃあいよいよ来ました、ホットソース。まずね、かける前にこれそのもののね、味をちょろっと見ようじゃありませんか。スプーンの上にね、少量取り出しまして、直接舐めてみたいと思います。それじゃあ行きます。怖いよ。大丈夫、いけます、いけます。国内版ということもあり、辛さには上限があるんでね、私みたいな辛いものマニアには全然楽勝の範疇でした。じゃあカレーに混ぜて食べてみましょう。これはなかなか美味しい。美味しいは美味しいんですけど、グリーンハバネロという点で青臭さがちょっと目立っちゃってるところがありますね。ですから人によっては、あ、これは邪魔だなと思う方もおられると思います。私は大丈夫ですけどね。さあ、もっとね、ドボドボかけて様子を見てみようじゃありませんか。ドドドドドドッと、こんなもんかな。はい、ではね、本格的に食べていこうじゃありませんか。こんな感じですね。これをね、軽く混ぜたらいただきます。ま、この辺を、爽やかな青臭みが口の中に広がり、辛みも広がるといった感じです。まあ個人的にはですけど、グリーンハバネロよりもただのね、ノーマルの赤いハバネロの方が純粋に辛さを足せていいかなという気持ちはありますね。この辺はもう好みといったところです。まあいずれにしましても、1本130円ちょっとで売ってるペッパーソースですから、気になった方はね、パーンと買ってしまって問題ないと思います。まあ超激辛というような類のことも書いてますけども、普通にタバスコとかね、ラー油とか使ってる方だったら大丈夫だと思います。よかったら一度試してみてください。